今日は、こちらにある観葉植物サンスベリア。お手入れとっても簡単で、見た目もスタイリッシュで、とても人気ですよね。風水では、最強の邪気払い観葉植物の一つ。お家に張り込む邪気の侵入を防ぎ、さらに、もうすでに入ってしまったお家の邪気を浄化するパワーを持つとされています。ということで今日は、このサンスベリアのパワーを最大限に引き出して、お家の邪気を全滅。 一掃するための置き場所などを中心にご紹介させていただきます。運気アップを邪魔するだけ、運気ダウンに直結するだけをお家から一掃できれば、これから一気に運気アップが期待できますよね。こんにちは。風水アドバイザー、心理カウンセラーの資格を持つ、グリーンスマイル t v の立花です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ただいま、観葉植物風水の教科書という衣服をプレゼントさせてもらっています。運気がどんどんアップする、 観葉植物風水の基本がよくわかる内容になっています。ご興味あれば概要欄をご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。今日お伝えさせていただくサンスメディアでお家の邪気一層のお話は大きく3つ。まず最初に相性がいい効果的なおきばのお話をさせてもらって続いて邪気払い効果には絶対に欠かせないサンスメディアを元気に育てるお手入れポイント。 そして最後にサンスメディアの邪気払いパワーをより引き出してくれるちょい足しアイテムをご紹介させていただきます。ちなみにサンスメディアは邪気払い観葉植物の代表種ですが、他には仕事運アップ、健康運アップ、大気満成のパワーなどを宿しています。では早速、一つ目、サンスメディアの邪気払い効果と相性が良い置き場所のお話から。基本サンスメディアは どこにいいても、邪気払いのパワーは期待できます。そんな中特にここがおすすめという場所があります。それは玄関です。玄関は木の入り口でいい木も入ってくるんですが悪い木邪気の入り口でもあります。玄関を清潔で明るく保つというのが邪気払いに最もいいのですがそれに加えてサンスペリアを置くのが効果的です。邪気の侵入を防ぎ、さらに今、 すでにお家にある邪気を浄化しようと働いてくれます。もしあなたのお家の玄関が暗いなどの理由で観葉植物を育てるのに向いてないなどの理由がないならぜひ玄関にはサンスベリアを置いてもらいたいおすすめの場所です。ただ逆に玄関が暗かったりでサンスベリアを置いても育たないような場合は無理に置く必要はありません。それでもせっかくなら 一番おすすめの玄関にサンスベリアを置きたいという方は植物育成ライトなどサンスベリア用にライトを一つ用意してあげるかまたは玄関の代わりにリビングの玄関に近い出入り口付近にくでもいいですと以上の玄関または玄関が無理な場合はリビングの玄関に近い出入り口がサンスベリアの邪気払い効果と最も相性がいい場所です 続いて2番目におすすめの場所はトイレです。トイレはお家の中で最も悪い木がたまりやすい場所なのでトイレのサンスベリアもおすすめです。ただしトイレは一般的に暗かったり夏は暑く冬は冷えるそんな場所ですよね。そういったトイレは観葉植物の生育に向いてなく枯れやすいです。なので常に明るく 適温が保たれるトイレ以外はサンスベリアを無理に置く必要はないです。続いてのおすすめの場所はキッチンです。キッチンは相反する性質の水の木と木の木が同居するスペースで木のバランスが崩れやすく悪い木が集まりやすい場所でもあります。そんなことからキッチンとサンスベリアもとても相性がよくおすすめです。以上の3箇所。 一番が玄関。玄関が無理な場合は、リビングの玄関に近い出入り口でも OK。二番目がトイレ。三番目がキッチンの順におすすめです。この三箇所すべてに三滑りを置くというのが、本当は最も効果的なんですが、そこは無理せず、どこか一箇所だけでも問題ありません。あと、相性が良い方角もあります。それは、 家の中心から、または各部屋の中心から見ての北東、いわゆる鬼門の方角です。ただし、サンスベリアは元気に育ってこそ、邪気払い効果を発揮するので、今ご紹介した場所がおすすめなんですが、そこでサンスベリアがうまく育たない場合は、無理にそこに置かず、サンスベリアが元気に育つことを優先して、置き場所を決めるのがいいです。 続いて今日二つ目のテーマ、サンスベリアを元気に育てるお手入れについてです。サンスベリアはお手入れ簡単な観葉植物なんですが、それでも気をつけてもらいたいポイントがいくつかあって、今日はその中でも特に大切なポイントを三つだけに絞ってご紹介します。それはこちら、温度管理、水管理、置き場所です。まず一つ目、温度管理。サンスベリアは 高温を好む植物で、適温は25度から30度くらいですが、15度以上を保てれば元気に生育を続けます。寒さに弱い寒温植物なので、冬でもできれば15度以上を保てるのが理想で、それくらいに保てれば冬越しもそんなに難しくはありません。15度は難しいという場合でも、最低8度以上は保ってあげるようにします。なので、風水でいいからだけの理由で、 冬に温度が下がる玄関やトイレにサンスベリアを置くのは NG です。二つ目、水管理。サンスベリアは多湿にとても弱く、水を上げすぎて枯らしてしまう人が多いです。普通に室内で育てているサンスベリアなら、月に1、2回くらいの水やりで大丈夫で、一度の水やりでは土全体が湿るくらいの量を上げます。また、土が 湿り続けている状態を嫌うので、水はけの良い土で植えるというのも見落としがちですが、とても大切。私のところのサンスベリアも月に一度ぐらいしか給水していません。冬はさらに吸水ペースを落とし、土を乾かし気味に育てます。三つ目、三つ目は置き場所。高温を好む植物なので、春から秋まではどこに置いても問題。 ありません日光が入る場所が理想ですが室内照明だけでも問題ありませんただし真夏の強い日差しが出て,てしまうと葉焼けを起こしやすいので真夏の直射日光は避けるようにしますサンスメディアは暖かい南国に行くと自生したり地植えされてたりと真夏でもガンガン直射日光が当たって元気に育っています日日頃から日光に慣れている株だと 真夏の直射日光でも耐えられますが、日本で売られているサンスベリアは温室育ちでそんなに強くないので、真夏の直射日光は避けた方が安心です。と以上の3つ、温度管理、水管理、置き場所がサンスベリアを元気に育てる、特に注意してもらいたいポイントです。サンスベリアはそんなにお手入れ難しくない観葉植物なので、今ご紹介した点に注意して、 現金育てて、邪気払いパワーを引き出しましょう。そして、続いて、今日最後のテーマ、サンスベリアの邪気払いパワーをより引き出してくれるちょい足しアイテムのお話です。このちょい足しアイテムはいくつかあるのですが、私が最もおすすめしているのは、邪気払いパワーが相当に強い炭。サンスベリアに炭を足すと、 焼き払いパワーは最強クラスです。例えば、このサンスベリア。このサンスベリアも墨を使っています。ここ。土を隠す化粧石として墨のチップを使っています。ここですね。こんな風にサンスベリアに墨をちょい足しするのが簡単で効果的でおすすめ。あとは植木橋などで色が持つパワーを ちょい足しするのもおすすめです。これは濃いブルーのポットを使っていますよね。このようにカラーポットを使う方法です。本来、色にもそれぞれ風水的な意味や力があるのですが、それをここで話すと長くなるので、詳しくは今日は省きますが、邪気払いと相性がいい白の植木鉢を使うというのが最も無難。あとは黄色とか、ピンクとか、 グリーンとか、水色とか、皆さんが好きな色だったり、お部屋に飾って、癒やされたり、ウキウキするような色のポットを使うのもすごくいいです。ちなみに、これらは私のお店でも扱っているので、もしご興味あれば、概要欄からネットショップも覗いてみてください。ということで今日は、最強の邪気払い観葉植物サンスベリアを飾って、お家から邪気を一掃して、 これから一気に運キャップ。そんなお話をさせていただきました。今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。このチャンネルでは、観葉植物風水をメインに運がいい人になるための情報や、観葉植物の楽しみ方などをご紹介させていただいています。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントが何よりの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、プレゼントについては概要欄をご覧ください。